耳で読む。ルドルフ・シュタイナーによる魂の暦。39。12月29日から1月4日。危機物語。39。12月29日から1月4日。神の啓示に帰依する私は、宇宙存在の光を受け取る。明るい思考の力が育ち、その力が私に私自身を与える。こうして自己感情が思考の力の中から生まれ、私を目覚めに誘う。神の啓示に帰依する私は、宇宙存在の光を受け取る。明るい思考の力が育ち、その力が私に私自身を与える。こうして自己感情が思考の力の中から生まれ、私を目覚めに誘う。